ボードゲームアズメディアの2回目で、前回まではゲームの内容をテキスト分析するというお話でした、はい、今回からはファンです。ファン分析をです。まあ、元々多分この人こっちの方がご専門なんですよね、うん、じゃあ、第5章からファンとしてのプレイヤーボードゲーム文化のルイック・ファンダム、まずボードゲーマーがファンになり得るという考え、つまりあんまりそういう考えはなかったということらしいんですね。まあまあそうじゃないですか、うんうん、それはメディアスタディーズではほぼ注意を払われてこなかったと。でゲームとファンといえばビデオゲーム、まあそれはそうですよね。ビデオゲームを意味していました。ビデオゲームはパラテキストとしてメディアフランチャイズの、そうだとは、まあ、では必ずしも言い切れないのか、うん、そうよく考えてみたらボードゲーマーがファンになり得て、ボードゲーマーがボードゲームのファンになるってことでしょ。まあそういうこと、いわゆるだからファンダム的なものとしてボードゲームファン界隈を捉えることが妥当か、っていうか妥当だっていう考え方がなかったわけですね。まあ少なくともメディアスタディーズだからではあんまなかったらしいです、うん、だってメディアスタディーズが注目するほどの規模じゃなかったわけですね。そう、それが一番でかいと思うんですけどねだからまあビデオゲームはあの前コンバージェンスカルチャーでやったみたいにスターウォーズがビデオゲームになったりマトリックスが何体になったりみたいな、そういうのがあると、ね、それ以前にね、あの、まあ、進行型ゲームというか、はいはい、小説とか、うん、漫画っていうのはストーリーがあるじゃないですか。 そしてキャラクターにファンがついたりする、はいはいはい、まあ、やっぱりボードゲームってさっきの話じゃないけどシステム的なもんだから、うん、そもそもファンっていうニュアンスになりにくいんだよね。そうなんですよ、うん、あの私の実感でもそうですよ、うんうん、あるとしてはデザイナーファンなんですよね。そう、うん、そういう意味でだから、ね、昔はそのデザイナーがね立ってなかったとか、はい、誰が作ったかわからないけどばっかりだったから、ね、ますますね、うん、はい、でまあ、ビデオゲームはそういうふうなメディアフランチャイズの一部ともなるし、スクリーンを通した媒介化の仕方も明瞭であると。ビデオゲーマーのメディアテキストとの相互作用は非常に分かりやすいので、うん、活動的なオーディエンスとして位置づけられやすかったと。しかしボードゲーマーもファンなんだよと、うん、主張します。主張はでこの章ではファンスタディーズをボードゲーマーに適用していきます。ビデオゲーマーはボードゲーマーとは違ってファンであって、したがってメディアテキストとしてビデオゲームが優先されてきた、うん、それを通年を掘り崩していきたいぞということ。いやそれは規模の問題では、まあ、私もそう思うんですけどボードゲーマーなんて なんかその辺の隅を漁らないといないじゃないですか、まあ、そういうのがあるんですけど、それはそう思うんですけど、まあということでボードゲームファンのファン活動は伝統的なファンスタディーズが使ってきたものとは異なって、うん、まあ、従って無視されてきたと。従ってかな、うん、まあなただまあこれに注目するボードゲームファン活動に注目することは、そもそもファンっていう経験の多様性を見ることにつながる。まあこれはそうですよね。そこだけにという感じもするけど、でこの人の前の本ゲームプレイという本があるんですけど、これもボードゲームの本なんですよ、うん、ただこの本はパラテキストというボードゲーム、まあつまり原作付きボードゲームです、うん、ぶっちゃけて言えばそれは例えばゲームオブスローンズとかスターウォーズとかスタートレックとか ああいう何かをゲームにして、そうバトルしたキャラクターとかああいうつまり現存既存のメディアテキストを基盤とするボードゲームを分析して、メディアの違いがファンの特徴にどう反映されるかっていうのを研究しました、うん、まあ、だけれどもこのベイサン・ジョーンズさんという人が言うように、視聴覚テキストを基盤としたボードゲームが受け手の狙いとしているのは、中心するのはオリジナルテキストの周囲に発達したファンダム文化であると言います。僕なんかその外にいるから、ゲームオブスローンズなんかあれはいい作品じゃないですか、ゲームとして。まあ割とみんな好きですよね、うん、バトルしたキャラクターもね。ただまあ実際にはプレイヤーはもしかしたらそっちの原作のファンの方が多いのかもしれないし、よくわかんないですけど、まあそうなんじゃないのかな、さすがに。でもね、ゲーマーじゃなかったらバトルスターキャラクターとか遊びませんよ。それはそうなんですよ。それは確かにそうなんだけど、うん、でで、なので今回はそういう原作付きっていうのは取っ払って、うんうん、ボードゲームファンタム自体の特徴をいくつか提示していくことにします、はい、でまずそのファンスタディーズ、ファンスタディーズというのはどういうものであるか、うんうん、ファンスタディーズというのはファンの感情的な活動およびポピュラーカルチャーがファンに与える価値について研究しています。でこの分野の定義は様々なんですけども、まあ、一番広いものを取りますと、うんうん、ファンというのはメディアテキスト、このメディアテキストはスポーツだとか音楽だとか庶民だとかとにかくいろんなものを含みます。絵の愛着を表現したり行動で示したりする人々のことです、うん、
でこの分野を大雑把にいって90年代初期にヘンリー・ジェンキンスのテクスチャー・ボージャーズ、あのテキストの密業者たちとカミーユ・ベイコン・スミスかなのエンタープライジング・ウィミン、あのね、戦士的な女性とかそんな感じですかね、うんにより出現しました。でこうした初期研究をエスノグラフィーを中心としてファンへのインタビューによってその文化実践の詳細を明らかにしていきました。でジェンキンスはファンの熱狂をまた病的なものと見られていたらしいんですが、うん、そういったファンの熱狂をの見方を変えようとする意図があったっていうふうにこうね、うん、語っていますらしい。そういう意図があるんです、ね、うん、らしいです。でその後ファンスタディーズは学祭というか、まあ、いろんな分野がファンスタディーズの中に入ってきたということで、うん、ファンスタディーズ自体の手法っていうものはなくて学際領域として発展を遂げたというふうに書いてあります。だからあの使われる方法も様々でインタビューであったりファン活動のテキスト分析であったり歴史を調べたりだとか様々な仕事を取り入れます。日本での研究っていうのは俺日本のファン研究って、ね、あんま知らないんですよね。あまあ最近のってあれかな、なんかあの 2.5 次元とかあれ、うん、っていうか日本でもあのなんていうのファン活動って盛んじゃないですか。盛んですね。だから研究があっても良さそうな感じがする。あんまり聞かないんですよね。むしろ教えてほしいぐらい。おお。うん。ファン学者がなんかやってると思うんだよね。やっぱアイドルと。そうね。アイドルとあ。アイドルの本ってあ。最近は結構出てますね。最近だと思うんですよね。のこの間読んだあれの中にもアイドルのこれありますよ。あね。あるわ。古くて中森明夫ぐらいなんじゃないの。研究者とも言えないし。研究者ともまあ言えないですが。いやでもまあ大体ファンあのスタディーズあってそのテクスチャーポーターズからでしょ。だったらまあ90年代だからね。90年代ですか、うん、でもいそうな感じがしますね、うん、まあバンキャとかね多分そういうの、うん、言及したものあったけど研究まで行ったものがどんだけあったかちょっと分かんないですね。あの70だったらあると思うけど、ね、日本会議はもちろんいっぱいあるでしょ、うん、例えば追っかけなんていうんでもその江戸時代からあるんですよね。あります、ね、江戸時代の歌舞伎のあの役者の壁とかね。だからそういうことを考えるとかなり歴史的にもね研究対象として面白いと思うんだけど、ねうん、誰かやってねえのかな。まあ今やってる人は結構いるんじゃないかもしれないですね。高橋さんから最近はいっぱいいますよ、うん、そうそう最近いっぱいいるんだと思う、うん、でで対してボードゲームです。ボードゲームのセッションの経験は個的なものです。うん、要はまあ同じセッションやってても違った経験になりえます、まあねうん、なのでボードゲームをファンとして研究するにあたり比較的重要なのはオートエスノグラフィー、この自己分析ですね要はね、オートエスノグラフィーであると同じセッションをプレイするプレイヤーによってさえゲーム体験は異なるのだからと、うん、で、スクリーンスタディーズへと共作していくファンスタディーズはファンダムとテクノロジーを結びつけてしまいます。まあ、要はボードゲームが排除されるわけですね。ファンダムをデバイスだとか製品だとかそういうものと結びつけてしまうと、うん、でなのでそこではファンとメディアテキストとの相互作用が生み出す経験や影響が軽視されがちであると、うんうん、で、まあ、スクリーンファンダムっていうのは非常に分かりやすいので、うん、まあ、対照的にボードゲームとも分かりにくいわけですわ、うん、こういうことに一因があるっていうふうに言います。まあ最もだね、はい。でルディックファンダムでこれ多分ショーの造語だと思うんですけど、うん、テクスチャルポーチャーズ以来の30年間ファンスタディーズはファンたちが物語にギャップを埋める活動を探求してきた、まあ、二次創作ですね、うんうん、でこれはボードゲームについても言います。これ怪しいです、うん、俺は本当にこれ怪しいと思います。でも同人だってそういうとこあるんじゃない。いやまあないとは言いません、うん、ないとは言いません。で、マルコ・アルナウドあのあれです、あの記書の著者ですね、あのストーリー伝えるボードゲームについての一冊の本、あの人です。あの本の、あの本で書かれていることですが、このマルコ・アルナウドさんが物語を語るゲームについて論じているように、プレイヤー構成要素を操作し物語のブロックを並び替え内容解釈し対応の、まあ、要はボードゲームをプレイするということです、うんうん、そういうことによって他種のユニット間のギャップを精神的に、まあ、お話を脳内で作るということで、うん、物語を追求するという重要な役割に似合うっていう、うん、分かります、うん、まあ、つまりゲーム内における空撃を埋めるということです、うんうんうん、ただこれと二次創作が違うでしょ。二次創作とはまた全然別の話でしょ、うんうんうん、という、そうなんだ、具体的にどういう、まあ、例えばなんだろう、エルドリッチホラーでも、まあ、例えばお化け屋敷探検するゲームがあるとして、まあそこで例えばモンスターを置いたりとかですね、カードをめくったりとか、そういうことだけではなく、そここからまた物語で想像していくみたいな話だと思うんですけどね。非常に少数派なんだけど、フェアリーゲームをやる人がいて、あ、はいはいはい、それはどっちかというとオリジナルゲームの
ルールをね、一部変えて遊んでみようっていう人だから、うん、まあそれは近いかな。あ、そうそう、そういうのは分かるんですよ。あの例えばモッド的なモジュールを作ったりとか、うん、あと上記の新しいマップを自分で作るとかね、うん、そういうのとてもよく分かるんですけど、うん、ここは物語の話ですか、うん、そう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 、だからこれはちょっとあのレベルが違う話じゃないかなと思うんですよね。ボードゲームっていうのをなんか儀礼的なものとして、うん、あの切り口から見たらこういう解釈の仕方は全然あるとは思うんですけど、僕はすごい一般的にやってるなと思って、うん、ゲームの中でこういう物語を起こっていって、ね、さっきのあのルドロジー対みたいな感じのテーマ先行型の人でもあのゲームの中での体験をそのまま自分の中の空想で埋めるみたいな、うんうん、没入体験に変えていくっていうのは、うんうん、でもボードゲームでそうあり得るとは思うんです。理屈上は思うんですけど、理屈としてはあるかな、うん、あるとは思うんですけど、具体的にどれだったら没入的な物語に入ってその空撃を埋めるような何かをしてるかって言われるとどうでしょうかみたいな感じになるじゃないですか。やっぱりどうでしょうかと思っちゃうんですよね。テイルズ・オブ・ジ・アラビアン・ナイトぐらいだったらいけますか。どうだろう、あれ一人でやればいけるかもしれない。あ、じゃああれあの明治ナイトボードゲームとか、あれはもうそういうゲームじゃないです。そういうゲームじゃない。なんかアバブ&ビロー。あ、全然そういうゲームじゃない。あれじゃない、あのコンサルティングディテクティブ。シャーロック・シャーロック・ホームズ。ああ。ジュノン・バイジー。シャーロック・ホームズはボードゲームじゃないじゃないですか。やっぱりその話っていうかでストーリーみたいなものがないと。できないじゃないか。あのほらダンジョンロードとかであのこう、やってくる勇者皆殺しへみたいな、なんかそういう感じの、うんうん、ディプロマシーで架空の戦記としてあのこうなんか、あ、まあ、それはディプロはありそうだな、確かに、うん、ディプロマシーは確かにちょっとあるかもしれないですね、うん、ディプロマシーの二次創作がもしかしたらあるのかもしれない、うん、そのくらいのポテンシャルはありそうな気がする。シミュレーションゲームの二次創作というかシミュレーションゲームを使って小説書きましたはあるけどね、うん、あシミュレーションゲームはなくもないかな、シミュレーションゲームはリプレイはどう、リプレイはまあまあある種そうなんじゃないですか、うん、だからこれやっぱね、あのなんか違うんだね、やっぱロープレイでしょそれは、うん、まあ、そうだね、作ったらそうですよね、ロープレイになっちゃうね、うん、ちょっとなんかちょっと想定に無理があるよね、なんかどうだろう、すごい小さい部分、そうですよね、ロープについてこれ言うんだったらまだなんかかなり分かりますけど、あの自分でシナリオ作ったりとかね、うん、あるよね、うん、そういう人結構いるもん、ね、いますからね、あれなんかむしろファンダム活動に近いところがある、ね、そうですよね、あのリプレイ動画とか上げたり、あのツイッチであの D&D 動画ってめちゃくちゃ売り上げあるんでしょ、らしいですね、うん、すごいですね、何ヶ月か前にここで話題になったやつです、うん、あ、そうなんですか。で、でファンダムとボードゲームの間に強い結びつきがあります。それはゲームプレイのインタラクティブな可能性によって可能になっています。つまりゲームアクションの可能性がそれを邪魔しているのではなく可能となっていると。で私はジャーナルオブファンダムスタディーズという雑誌ジャーナルがあるらしいですが、そういうの機構で現代のメディア環境におけるファンの遊び心を表現する方法として、またプレイカルチャーがファンの特徴をどのように利用しているかを説明する用語としてルディックファンダムという言葉を紹介しました、うん、要はあのボードゲームのファンダムが特殊なものというわけでは、逆転させてファンダムってはそもそも遊び的なものなんだよ、ゲーム的なものなんだよということを言いたいんだと思います。でこれはファンダム自体をメディア作品を制作する産業との一種のゲームに変える、産業とファンダムの間ゲームに変えることを目的としています。私が記事の中で用いた例は、私これ知らないんですけど、ストリームというオンラインゲームで積極的な参加者のグループが物語の展開に影響を与えるカードを使って共同で物語を書いていた、まあ、要はランダムでカードを引いてそれによってあのなんかあの小説内のイベントが起こるとかそういう感じだと思うんですね。なんかゲームとしてはあれですか、ボードゲームじゃないしワンスアプロタイムとかキャッターのチョコレートとか ああいう系統のものを想定してるって感じなんですかね、うん、多分ね、あのなんかあの野郎すべて安価でストーリー、そう次152番とかアイアスだと、うん、あんな感じじゃないですかね。あので、でこれはすでに存在する世界をベースにした創作であるため、作家たちがファンフィクションをゲーム化しているということになります。で同時に今度はボードゲームの方ですが、スターウォーズレベリオン、これあの最初シーゴロのスターウォーズ、最初のスターウォーズを原作したやつなんですけど、
こういうボードゲームはファンがスターウォーズの物語をさまざまな方法でプレイできるようにしているため、これもまたファンダムをゲーム化していると主張したらしいです。うん、私はこれ怪しいと思います。でゲームプレイヤーとしてのファンが同じではないとしても、どちらもメディアとの相互作用を実行しているのだというふうに言います。でファンがオリジナルの小説、ビデオ、コスプレ、その他のタイプのファン活動を行うとき、彼らはメディアテキストの業界で意図的に遊んでいる。そのファン、さっき言ったようにファン活動を遊びとして見るということですね。でボードゲーマーは必ずしもファンフィクションを書いたりはしないかもしれないんですけれども、彼らもまたゲームテキストの強化をしている。つまりこれも遊びであるということですね。ここで多分共通性を出そうという感じだと思うんですけど、ただそこでゲームテキストの強化を調べるとはどういうことかというと、ボードゲームを上手にプレイするということは、まあ、ルールを熟知するということですかね。うん、まあまあいいです、うん、まあそう、まあ、分からんではない、分からんではないです。やっぱり明らかにこれ別のことだと思います、私は。うん、うん、そうだな、言いたいことはまあ分からんでもないんですけど。でほんで、メディアの日常的な視聴者は業界の目標のために特定のファン的方法の受け入れを促されている。まあ、これはなんかファンダムとなんかね、よく産業との間のリース作の規制がどうのこうのとか、そういうのでいろいろありますね。うんうん、電気図の方にいろいろ、まあそうですね、いろいろ書かれてましたね。でスザンヌ・スコットというコンバージェンス文化産業は、ファンという文化的カテゴリーを標準化するための産業という、要はファンを飼いならすということですね。おっさす。メディア産業はテキストの領域外に存在し、かの聖典をねじ曲げたり変えたりする。変革的なファンワークを奨励するのではなく、クリエイターのビジョンをサポートする肯定的なワークを求めます。でボードゲームも同様であり、プレイヤーは文字通りルールに従わなければならない。そうでなければ実際にはゲームをしてない。そういうことじゃないと思うんだけど。私もそう思います。別に防御産業がユーザーを買い回していること自体を否定する気は全くないですけども、うん、それってこういうことではないでしょう。こういうことではないと思うんですよね。うん、でボードゲームはある程度まではルリックなメンタリティを奨励している。うんうん、でこのような形式のリリックファンダムは今日の主流メディアがファンを魅了する方法を反映している。つまりテキストは業界によって認可され設定された方法でのみ変更可能であるという、まあ、どちらも縛られているということなわけですけど、明らかに活動内容が違うと思うんですよね。で、じゃあボードゲームのファンダムにはどういう特徴があるかということを言います。まず、まず挙げられるのは知識の習得です、うんうん。多くのゲームでは膨大な量の詳細なルールを記憶し理解する必要があります。でもう一つはゲーム世界についての知識である。これね、そうかと思うんですよ。うん、ボードゲームの もしかしたらファンとマニアって違うのかな、うん、普通ボードゲームマニアっていろんなゲームを知っていて、うん、その歴史的なつながりであるとか、うん、このメカニクスがどういうふうに発展してきたであるとか、そういうのを追い求めるのが知識の習得ではないのかと思うんですよ、はいはいはい、で例えば映画マニアとかってそうじゃないですか、まあそうですね、体系化してっていうのはまあありますよね、うん、でそれは膨大な量のルールを読みこなすっていうこととは違いますし、ゲーム世界っていうのを理解するというのも、まだここで例に出てくるのがまだ原作付きゲームなんですけど、うん、違うじゃないですか。まあそうですね、うん、どうもなと思ったんですが、まあうん、まあ別にそれこそなんだろうな、こういう世界があるタイプのゲーム、 あれはなんだっけ名前とか、ザループの、はいはいはい、じゃなくて、うん、ではなくてサイズね、サイズサイズとかのなんか会計知識なんか、まあみんな誰も覚えてないじゃないですか。そうさっきね、ロープレならそれはありますよ。まあ、放って寝ればどんだけね、理解するとかいうのはあると思いますけども。で、で、これが一つ目の特徴。で、二つ目の特徴は、ボードゲームが生み出す同一化ロールプレイです。で、ボードゲームをプレイすることは、想像上の環境に入ることを求められます。カルト世界への同化は多くのファン研究の核心であって、ボードゲームのインタラクティブな要素は世界構築に注力していると言います。だからこれもこの背景世界でもまあテーマですね、要は、うんうん。ものすごくテーマ重視です、はい。で、3つ目の特徴はゲームとファンの間の感情の遊びです。うん、はい、ファンダムとはメディアテキストとの関係であり、そこでは感情が文化に巻き込まれるだけでなく、文化を創造することができるとしています。うん、還元すればメディアテキストは感情の遊びを作り出してファンとテキストの中隊を強めます。まあ、これはまあいいんじゃないですか、まあ、よくわかります、う
あのなぜかねここで出てくるゲームがね XCOM とバイオショックインフィニット、どっちも原作付きのねゲームなんですけどね。おかしいな。うん、でファンは他のプレイヤーと一緒にエイリアンの侵略を撃退したり反乱軍を倒したりしますけど、こちらの場合は継続的な相互作用によって遊びと感情が結びついていく。まあこれは分かりますね、うん、でプレイすればするほどテキストとの結びつきは強くなっていく。ただやっぱりこれあの例示されたゲームを見てもテキストとの結びつきってやっぱその世界への親しみなんですよね。なんかゲーム、まあ、そのものといっちゃあれだけど、うん、あのメカニクス的なゲームではないと思うんだよね。なんかボードゲームの話じゃないみたいな。そうそうなんだよね。そうなんですよ、うん、そこら辺の不満です。なんだろうな、ローズ&ボーツとかで、あのなんか難しいルールを読みこなすことによって、あのなんか牧歌的な鉛筆色鉛筆で描かれた世界に没入できるようになって素晴らしいのだみたいな話なわけですか。多分違うと思うんですけどね。だからボーダー&ボーズの世界ってわけわかんないでしょ。そうですね、あれそもそも背景世界の説明一切ないし、まあ、ないちゃんと世界が、まあ、一番わかりやすいのはこういうふうに原作があるような背景世界がちゃんと構築されているようなゲームへの親しみっていうことになってしまう。でもみんなそんなにルートの背景世界に興味あるかな。そうそう、興味ないんですよ。私もそう思う。で、でこれがあの以上がいわゆるあのファン研究から見たボードゲームという。ちなみに今コメントの方はですね、日本におけるファンダム研究について、うんうん、これがまあこういうのあるっちゃあるよね、これはでも雑すぎないみたいな、そういうなんか議論が進んでますね。あとで見てみよう。はい、なんかいまいちピンとこない。そうピンとこないですよ。我々の話じゃないんですよ。我々の話じゃないのはいいとして、誰かの話では本当にあるんだろうみたいな、ね。そうね、まあ確かにこういう誰かここにいるのか、どこにいるんだという話ではあるかもしれない。なんかどっかアメリカのどっかの街にあるんじゃないですか。こういうなんかファンダムシティみたいな。そう不思議な感じですね。で次は、6章からアンケートです、はい、あのうっつもやっていたアンケートですね、はいはいはい、で私が2019年の4月から5月にかけてアンケート調査をしました。でうつは BGG 使ったんですけど、うん、この人はソーシャルメディア、多分基本ツイッターだと思いますの投稿と、あと口コミを利用したと、近所のボードゲームショップとかカフェにアンケートのチラシを買ったと。で、データ収集期間の終わり頃にはなんか多分リツイートしいろいろリツイートと 大爆撃を行ってもらって、うん、その結果900件の回答を集めましたね。あ、すごい集めましたよ、うん、このアンケート相当長いですからね、これ900件は。確かにそうですね、うん、でまあ面白げなところかいつまんで紹介しますんで、あの本当はもうすごいいろいろあるんですよ。あの人種もあるしジェンダーもあるし、あそういうのはいろいろ、ただね、あのこれは面白そうだね、あれがないです、あの学歴と収入はない。だから毎年学歴と収入、だからあの本、あのウォーゲームハンドブックか、はいはい、あれは本当に偉かった。あれはそうです、学歴と収入と収入大事ですね。大事ですね。今更できんのかな。いや本当に今となってはかなり、うん、生徒このスタイルのそのツイッターで聞き回る調査ではほぼ無理でしょう。ところで君収入いくらって聞かれた。これはあの時代で大きくなってたからね、全部自己申告なんですよね。そうですよ、そうです、もちろんそうです。だからまあ私収入は23万ドルですとか全然言って、全然言っていいです、いいです。で、回答の多くはアメリカとイギリスに住む25歳から44歳の白人男性でした、はい、相当きついですねこの時点で ね、なんか900人中700人ぐらい、だこの時点で他もう意味ないでしょ、うんうん、他が、あのこの他が こっちがこうでしたとか20人くらいしかいないんですよ多分、確かこの中に統計じゃない、うん、それで傾向を測ってももうそれ意味ないでしょ、うんうんうん、と思うんですが、年齢差は25歳から54歳が最も多く、18歳から24歳が34人、55歳以上が36人でした。まあこれはあのなんかアンケートで使ったメディアの特性もあるでしょうからね、うん、まあね、うん、そうだね。で10年以上ゲームをプレイしていますと答えた人は435人、まあ、半分くらい、10年未満の人は450人、うん、で結構最近1年未満の人っていうのが何だろうな、 20% くらいだったな、で結構だから新しく始めた人も結構いますよみたいな、やっぱり流行ってるんですねみたいな話になってます。で週に1回以上同じメンバーでプレイする人が圧倒的に多い、週に1回以上以上、なるほど、圧倒的に、すごいな、すごい、半分くらいじゃなかったかな。
強くない無理っすわこんな向こうというかアメリカとかのゲーム界って一応ハンクローズみたいな感じなんでしょうか、うん、多分そういうことですよね、うん、いやそういうことにしたって週に1回以上ですよまあ週に1回でアンケートに答えるほどの熱意があるので、うん、まあそれはありますね、まあ、多分一番熱心だった時期で多分月3回ぐらいですよ圧倒的に多いって書いてあるからね、うん、またデジタルアプリを使ったゲームにはまあ賛否両論がありますよ、うんはいはい、で戦略型、協力型、デッキ構築型のゲームを最も楽しんでいることが分かりました。この分け方なんこの分け方はね結構ねよくわかんないです。いやでもなんかなんていうかなこうアメリカっぽいですよ、ね。うん、もうすごくよくわかります、まあ、これは確かに。でユーロゲームを読んだ後に読むと、際立つな。でワーカープレイスメントが最も人気があります。そうなんだ。うん。これさっきの章の話からいきなりワーカープレイスメントが人気があるって話になるんですか。まあ時期もあるんでしょうね。一時期流行ってるじゃないですか、ね、うん、はい、いや多分セリゲーとかねもう人気がないっていうかもうセリゲーないじゃないですか。ないです、うん、このだからあれ出てから 10年ちょいか10年弱、ね、うん、それでそんだけ変わったわけですよね、うん、で年齢が高くなるほど一人でゲームをすることが多くなる。なんか悲しい話で、ソロゲーですよね。ソリゲーで不定期の同じグループでゲームをすることが少なくなり、まあ集まれなくなるわけですよね、うん、死んじゃったのかな、うん、ソロプレイ入れるなら1週に1回あるんじゃない。俺ソロプレイやらないですもん。俺もソロプレイやらない。だからアンケート取ったまあ。で18歳から24歳の若者は、ただこの18歳から24歳ってかなり人数は少なかったんですが、他のグループに比べて定期的に同じグループで遊ぶことが少ない、うん、でここでなんか理由としてまあ、他にいろんなデジタルデバイスの遊びがあるし、いろんなコミュニティを飛び回ってる人が多いからみたいなことを挙げていました、うんうん、一方コンベンションに参加する割合が最も高かったのは45歳から54歳、意外と高いですね、うん、56%。 これは大会にかかる費用と気軽に旅行に行けること、でかいコンベンションの話だと思いますけど、うん、気軽に旅行に行けることが関係していると思われると、うんうん、いや興味深いことにゲームを作る年齢層が最も高かったのは18歳から24歳。面白いね、これコンベンションっていうのはエッセンとかゲームマーケットとか、そういうやつですね、うん、でボードゲーマーがゲームを表現する方法はゲーマーによって特定のものになることが多いです、まあ、要はバラバラということですね、うん、まあ、さっき の分類でもありましたけど、同じ分類用語を使っていても指しているものはバラバラであるということがありえますと、まあ、ね、まあ、そりゃそうでしょう。でスタイルとメカニックは同じものだという人もいれば全く違うものだと見る人もいます。これは正義論の話だからで、18歳から24歳の将は相対陰徳のゲームを非常に好んでいます。アメリカでもそうなんだ、うん、アマンガスとかね、そうしたとか日本で人狼好きな人ってどうなんですかね、結構年齢高くないのかな。そうでもないですか。そうでもないですか。高校生の大会は非常に人狼盛ん。そうなんですか。結局ね、この間、11月何日だっけね、やったんだけど、カタンとモノポリとアクアイやってんだけど、うん、交流タイムってのあるね、うん、そうするとね舞台にその人狼のテーブルをしつらえて、で一回一回やってたよ。結構なんていうのマスターっていうかあれも手慣れてて、上手にやってたね。妻の職場の高校でもなんか休み時間に男子が5、6人で人狼やってるとは言ってましたね。お客さんの高校生とかもあまりにも人狼やりすぎてクラスで中止になったとか、小学生くらいの高校で人狼やってたんでクラスで流行ってるゲームはって聞いたら人狼すごいな、すごいな。何がみんな人狼好きなんだろうね。岡田さんからも人狼は2015年ぐらいからもう小学生ぐらいから普通にやっていて、まあ、あれはイカゲームとかが入ると基本的には同じで、こう管理されてる中で表向きのコミュニケーションを円滑進めながら相手を裏切るみたいなのすごいリアリティを感じるんですよ。よくよくないやつ。そうなんですよ。小学生みたいな感じ。感じやすいです。私が2000何年代かに小学校で子供たちにやらせた時はみんな薄め上げててダメだったけど。だから
僕が人狼でやったのは2000年代の頭でですからね、うん、まあみんなそれぐらいですよね多分、うん、だからその正体隠匿型ゲームみたいなものでかつ周りの社会とか歴史とかが一切ない設定にして、うん、かつ殺し合いをするみたいなものにリアリティを感じるっていうのはこうやっぱりここ2015年ぐらいからもうずっと教えてる学生とか全部そうですね、うん、非常に良くないと思うので嘆かわしいというか恐ろしい時代だな、うん、だからねいわゆるね世界系とも違うわけですよ。ああ違うね確かに殺し合うわけです、うんバトルロイヤル互いがね、そう、はい、最近のやつだとそうですね、なんかそういうちょっとシリアスな風な作り、最近のやつが別に昔からだって今期の私の東海大のゲーム講義なんて8割女の子ですよ。おへ構成がそうするとここのなんか25歳から44歳の男性白人男性とはちょっと構成が変わるわけですね。かなり違う。多分なんかもう変わってないじゃないですか。全然ゲーム大会に出るからかもしれないけど、その高校生なんかものすごく手慣れてる。うん、感心しちゃう。そうなんですね。だから人狼なんていうのはさ、カードあればできちゃうわけだから。それがでかいですね。まあね。まあまあそうですね。少ないですもんね、カード枚数とか。今アプリでもできるしね。そう。うん、メモ用紙切って書いて。書くだけで。書いてもらってるって感じ。まあね。何でもできちゃう。100均でも売れてるし。ああ。だから LINE とかでもできちゃうんだよね。全然まあ、いいんですけど。で、しかもね、しかもそれのノリでクトゥールとかやるから、こう、非常に良くないんです。いやクトゥルフはそれでいいんじゃない？います、います。あの10代でクトゥルフやってる女子います。うん、それ自体はいると思うけど。うん、いや10代でクトゥルフやってる女子はいっぱいいるわけですよ。今回もいっぱい来たし。日本の未来は大丈夫かみたいな。それはいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいか。はい。じゃあ続けますよ。はい、ここかで、あとはもうあのゆるゲームのあれですね、多くのプレイヤーにとって勝つことは実はあまり重要ではなく、ゲームをクリアする、クリアする、まあ、っていうのは、まあ、ちゃんとプレイするみたいな感じだと思いますが、うん、それが重要です、うん、で、7章に行って、6章はあの定量的分析、7章は定性的で、ボードゲームをプレイする動機として最も多かった回答は、ボードゲームをプレイする動機は社会的な側面、特に対面での交流にありますというもので、単独で425回、他の間で920回云々、うん、でこの回答をさらに細かく分けてみると、友人と遊ぶ、家族と遊ぶ、同業と遊ぶ、人のた、うん、会うために遊ぶなどがあります。これが1番目の動機、うん、2番目はボードゲームの、戦略的思考とパズル動機、うんうん、でこれが328件で、ボードゲームの精神的な挑戦と知的な刺激を重視します、うんうん、こういう人は、まあ、やっぱりたくさんいますよね、うん、この辺は分かるね、うん、沢さんこっちですか、うん、なんとも言えないですね、うん、だから上のだからその友達と社会的な側面というのは、うんうん、一つにはデジタルゲームがあるから、うん、それとの対比があるんだと思うんですよね。そう、それとの対比がありますね、うん、で、まあ、そういうふうな反テクノロジー反デジタルの雰囲気とともに、アンケート結果ではゲームの食感、手触りが強調されており、50回の言及があります、うん、デジタルゲームにはない人とテーブルを囲む親密さ、ボードゲームの手触り感を大切にしていますというように、手触り感を重視した回答が多いです。まあ、ボードゲームをやる人はって感じ、ね、まあそうですね、さっき の、 ユーロゲームのインターフェースの話にもありましたけど、うん、まあ、あれは割愛されたわけですけど、うん、まあ、ここも突き詰めると、まあ多分、うん、まあ、手触りって言えば手触りだね、うん、面白い話になるでしょう、うん、久米正雄がですね、久米正雄だとは思うけど、日本麻雀連盟第2代総裁の久米正雄が、麻雀とはついにパイの手触りを楽しむゲームであると、うん、言いましたね。あれですよね、やっぱね、それはあの紙牌だとやっぱりダメなんですよ。ダメですよ。なんでですか。重みがいいんですよ。重みが。でも重みがいいんですよ。歴史的には紙牌の方がみたいなのがあるじゃないですか。ね、まあカードの方が古いことは確かだけど。何の話。紙牌やる、はい、これをやるのもいいんじゃないの。やっぱこうやってね、グイッ。こうもはや気持ちいいんだけど、ジャンキーに言わせるとあれはダメなの、あれはあのパイの顔をグリグリやってると非常に無礼な行為だって、なるほど、ジャンキーはそう言ってます、はい、はい、でボードゲームはなぜ人気かについての回答で、ボードゲームが人気の理由として最も多く挙げられたのは顔と顔合わせて遊ぶ、さっき言った通りだったが、次に多かったのはデジタル機器から離れる機会を与えてくれるということでした。
まあでも今ゲームやってすぐツイートしますけど離れてねえな、うん、で一方でこれらのカテゴリーをさらに分析するとテクノロジーに関する緊張感も見えてきます。ボードゲームはデジタルテクノロジーから逸脱している一方でデジタルテクノロジーがあるからこそ今の人気があるとも言えます、うんうん、面白いねこれね。実際回答の中で4番目に多かったテーマは簡単に見つけられて簡単に買えるでした。まあつまりネット発達してなかったら買えないわけですよ。もう店なんかどこにあるかわからん。相当熱心に調べないとわからない。テクノロジーだな、うん、テクノロジーのおかげです。で、まあこれはボードゲームだけに言えることではなくて、こういうネットのテクノロジーの発達によってニッチな趣味がいろいろ、まあね、流行ってきたということがある、うん、で現代の文化が多様化し複数の趣味に携わるようになったことでかつてはカルト的であったり非主流であると考えられていたものが一般的になってきました、うん。これはテーブルトップのようなウェブ資料、これあのなんか有名なゲーム動画ですね。あとはなんかいろんなドラマとかの番組にボードゲームが登場してくると、まあ、市民権を得てきてるということですね。こういうようなボードゲームに焦点を当てた人気メディアが増えたことが一因です。しかしファンダムやオタク趣味がより主流になって一般的に社会的に受け入れられるようになったことをまたあのボードゲームが流行ってきた一因であるということを言います。日本と違うような気もしないではないけど、日本はね、あのどうまずボードゲーム動画っていうのが、いや俺動画見ないか分かんないんだけど、あんまりないですよね。あんまりないですよね、うん、あとメディアに取り上げるなんてまずないし、うん、最近そうでもないです。もやさまで定期的にやりますし、ね、うん、ああのダウンタウンのゴッツなんかでもやるじゃん。ああそういやなんか言ってましたね、うん、芸人さんがやったりするとかいうのは、うん、昔とはやっぱりだいぶ違いますよね。あで最後に、8章はあーボードゲーム文化的研究、ボードゲーム業界ホビーのこれダイバーシティとインクルージョン多様性と法です。まあまあ、この手の本には欠かせない感じのあれですね。で、ボードゲームは文化から切り離すことはできないし、それぞれの文化で経験に影響を受けた人によってデザインされています。同時にボードゲームはプレイヤーに特定の見解を納得させたり、批判的な方法でプレイヤーを鼓舞したりするなど、それ自体が影響力を持つこともあります。ゲームはその時代の思想を反映し文化的妥当性を示します。さまざまなレベルのボードゲーム文化の参加者にエスノグラフィックインタビューを行って、コミュニティにおける多様性についての彼らの見解を理解し、インクルージョンの欠如が業界にもたらす問題について考察しました、うん。でこうしたインタビューはクリエイターとかデザイナーとかオンラインコンテンツ作ってる人とかプレイヤーに対して行われました。ゲームホビーの世界ではスチュアート・ウッズが、エイジングメールゲーマー、高齢男性ゲーマーと呼ぶ白人のシスジェンダー男性が圧倒的に多いことが分かっています。またインタビューの対象者の大半が指摘しているように、これはコミュニティに悪影響を及ぼしております。でもシスかトランスかのチェックは多分ウッズはしてなかったと思いますけど、自己申告しかないし、ないですね。例えば、タンヤ・ポプータという人がボードゲーム業界におけるジェンダーと人種の表現について調査したところ、ゲームデザイナーイラストレーターの圧倒的多数は白人男性であり、白人女性や非白人のデザイナーイラストレーターはあまり存在していないことが明らかになりました。そう、我々はいないんですよ。そうなんですよ。ね、まあ、あくまでアメリカのっていう話ですけどね、うん、もちろん。で多くのプレイヤーがこの多様性の欠如はゲートキーピング、門番です、ね、うん、あの入ってくるものを拒もうとするというゲートキーピングに起因すると指摘しています。コミュニティは女性、有色人種、障害者をテーブルに迎え入れるためにより良い仕事をする必要があることを意味しています。より良い仕事をしてもらえるわけですよ。こうしたあとは新参者に対する敵の原因の多くは、中年の白人男性が自分たちが属していたコミュニティを反映していないものに、なんか侵食されてるぞと、なんか変わっちゃってるぞというふうに感じるからと指摘されます、うんうん、そもそも20年ぐらいしかないコミュニティじゃないか、うん、まあでもいずこも同じ秋のゆぐれてね、ツイッター見てるとそういうのは日本でもいくらでもありますし、そうですね。でゲーム内表現、表現の多様化の重視、多様性とインクルージョンは単に有色人種や女性をステレオタイプの役割に当てはめることではなく、さまざまなキャラクターや特徴を提供すること、つまりステレオタイプではなく人として扱うことであり、そのためにはゲーム制作に関わる携わる有色人種や女性の数の増加が必要です、うん。でオンラインコンテンツクリエイターのカルビーモン氏が語るように、これは文化的背景の有料を防ぐ効果もあります。あの文化投与の話です。そうです、文化投与のアプロプリエーションでいいんですね、多分。有料はアジアをテーマ、このカルビンス・フォンさんが言ってるように、アジアをテーマにしたゲームでアジア人が制作に携わっていないものは買いません。ここまで言う、なかなかです。これ私は企業に対してこれはオリエンタリズムだとはっきり言いましたと語っています、うん。
しかしまあ、 分かるけど、うん、その態度を貫くのは結構難しいのではないかな、うんうん、そうなんですよね。これはグレートジンバブエにジンバブエ人が関わってないと買わないわけですあれはアジアじゃないか花火買えないんですよね。花火買えないですね。あ、まあ、別に花火ファイアーワークスで何が悪いのかみたいな話もありますけどで、ゲームデザイナーであり教育者でもある、キャプリン・マーキュリー氏は、ゲーム業界で行われている表現に関するメタ的な議論、まあ、今上でやったような議論は間違いなくゲームにも現れていると指摘します。まあ、ゲーム内容に現れてきているということですね。でまた有色人種の女性であり大スターポッドキャストの投稿者である、マンディ・ハッチソン氏はコミュニティが表現や包括性に対してボードゲームの状況を少しずつ認識するようになっている。まあ、ここ2年くらいで、ね、相当変わってきていると思います。でも本当にこの2年くらいですか。本当にこの2年ですが、しかしそのスピードは遅いと主張しています。でゲームの種類私がインタビューしたプレイヤーの中にはユーロスタイルゲームという言葉を使うだけでアングロサクソン系の白人がゲーム業界を見ているような印象を受けるとまで言う人までいましたらしいです。でこのような見方はおそらく最大の問題である異文化の扱いと植民主義につながっていきます。ユーロゲームは適切な調査をすることなくランダムに先住民族や歴史的地域を選んでゲーム化する。その通りです。でこのようなタイプのゲームではプレイヤーの位置づけの仕方によって意図しないイデオロギー的な結果を招くことがあるとされます。まあ、だからそのテーマに対する扱い方が軽いってことが裏目に出てるところはあるよね。うんうん、そうですね。いやでもこれすごいなと思ったのはですね、スモールワールドが批判されてるんですよ。スモールワールド、でつまり先住民族を追い出してあるから、ああそうやそうだね。スモールワールドが批判されたらもうアイベンはもう無理でしょ。まあスモールワールドはそうですね、完全フィクション、うん、まあもちろんマッチョな世界ですけど、うん、別に何かを指し示しては明らかにいないですからね。いやもちろんその前のなんかビンチの影を感じ取って批判されるんであればもうそれはしょうがないかなって感じがしますが、ビンチは割とビンチは割とそういうゲームですからね。だから火星とか行っちゃうのかな、うん、火星は火星のこの本にもできましたけど、火星の植民地経営とかね、うん、そういうだからそういうそのなんかメタファーが、うん、そうそうそう、まあそうだけど火星人がいてそれを追い出してるんじゃないんじゃないかって思うんだけど、どうなんだろう。多分これはまあ日本においてそれが批判が全くないっていう方が問題なんじゃないかって気がします。その通りだと思う。まあね、うん、なんかこの前ゲームマーケットでさ、なんかパンチラゲームみたいなだからああいうのを批判したら批判した方が叩かれるわけでしょ。まあそういうボコボコです、うん、ここにもいますよ。そういうことそうそういろいろあったんです。見ましたのツイートで、いやちょっとね具にもつかないようなねリプライがパンパン来ててね。そうなんですよね、うん、そうポリカルコネコレクトネスの是非みたいなものは議論してもしょうがなくて、うん、そういう前提なんだって考えなきゃダメなんです。まあね、うん、でもそういうことを全く考えない人に前提だって説明するのはできないような不可能なような気がする。だから運営が簡単に言うと運営が悪いんですよ。まあね、まあ、アークライトに何かを期待するのは間違いですよ。でもそうですね、うん、子供っていうかさ親子連れがいっぱい来てる中でさそういうもんだっていうメッセージを出してると同じですからね。そうです、そうなんですよね。うちの3歳の子も5歳のメイクも来てどの面であれを紹介すればあれをね見せたらいいんだっていう感じになりますからね。メイド文化はメイド文化を全部アウトかどうかわかんないけど、まあかなりの批判は受けるでしょうね、もちろん。ゲームデザイナーがテーマに設定した遺跡に実際に行って、はいはいはい、フィールドワークで現地の人たちからアドバイス聞いたりとかですね、っていうのをアピールしてるのをすごい最近見るようになったんですけど、なんかこういう背景があるのかな。こういう背景は間違いなくあります。マイノリティの表彰を扱うときには当事者にやらせるっていうことは基本なので、うん、だからジンバブエ人を連れてこれるのかみたいな議論っていうのはそれはまあどちらかというと重箱の包みになっちゃうんですよ、うん、話の構造としては。基本的にはマイノリティの役割をマジョリティが演じるよりはマイノリティをエンパワーメントしろっていうような話で、だから調達できなかったらそれはそれでしょうがないんだけど、うん、そのための努力は怠るべきではないっていうのは基本にあるわけです。文化集奪みたいなこう批判をかわすためにはね、うんうん、だからゲームマーケットに関して言えば規模が大きすぎるので、まあ、ジェンダーのガイドラインみたいなやっぱもうちょっと厳しくなきゃ厳しいと思いますよね。メイドがダメかっていうと国際的には厳しいでしょうけど、うん、日本の状況に鑑みるとまだ考慮の余地とか全然あると思うんですが、うん、パンチラーゲームみたいなやっぱちょっとね基本当事者に取材するみたいなのはどちらかというと健全だと思いますよ、うん
あのそれぐらいしないとシステムは失敗するんですから、しないと 100% 焦げるので、そういう覚悟なしに扱うべきじゃない、大事にすべきじゃないということになりますよね。まあそうですね、そんなアブストラクトにすればいっぱい話で、はい、続けます。テーマや仕組みなどゲームの種類が多様化することで、より多くの人がコミュニティに参加できるようになり、ボードゲーム経済より健全なものになるでしょう。またゲームの障害となるものを減らすという倫理的な必要もあります。どういうことかと言いますと、例えば、私が本書で取り上げたゲームの多くはプレイするのに 2,3 時間かかり、しかもセットアップやルールを覚える時間は含みません。しかも60ドル以上するものも少なくありません。このような時間的経済的な余裕を持つことは、このキングさんという人が言うように、多くの社会的に阻害されたコミュニティが共有できない特権である。まあその通りなんですが、これ自体はそうなんだけど、うん、特権か、特権か、かわいそうな人たちだと思って見逃してくれないかな。まあ確かに、あのなんかスマホゲー払うのはいわゆる細切れ時間というやつでしょ、まとまった時間が取れなくなってきているというのは、うん、まあ創生としてあるというのはあるんでしょうね。やっぱり言い方悪いけど、スマホ、充電する額はスマホの方がいいんじゃないでしょう。うん。奪っていく金。ああ、まあ、あスマホの方がまあ中国にはまった方にはまれば、まあそうですね、お金はより多く、間違いないです、うん、それはやっぱりあの料理をするのにまずあの料理用品を全部一気に買わねばならないという貧困問題ですよね。そうですね、うん、やや杓子定規のタイプの議論っていうのが、うん、こうちょっと損してる感じの本ではありますね。うん、そう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 、うん、まあなんか予想通りのことを予想通りに言う感じがあるんですよね。ただ日本においてはそういった議論すらもないわけですから。そうそうなんだよ、ね、ボードゲーム、うん、だから買えば正義みたいなコミュニティが何を置き取りにしてるかって話ですよ、うん、まあまあそれはそうですね、うん、だからってウィングスパン面白いという気は僕は全くないですけど、うん、まあそれは俺も言おうとしてないんですけど、以下実例です。2個挙げます。1個目はウィングスパンで、一昨年、2019年の KDJ か、うん、ウィングスパンです、有名なゲームです、うん、プレイヤーが研究者、バードウォッチャー、鳥類学者、コレクターなどの鳥類愛好家となって、最高の鳥を発見して野生生物国のネットワークに引き寄せることを目指すエンジン構築ゲームです。このゲームは発売直後から賞賛を浴び、愛好家や専門家向けのゲームを対象として2019年の KDJ を受賞しました。またニューヨークタイムズに記事が掲載されるのとメインストリームでの質問多いです。ああ、確かあのゴールデンギークも撮ってるんですよね。だから愛好ゴールデンギークね、なんかすっごい部門撮ってるんですよ、うん、たくさん部門撮ってるで、なので世評は高いし、ギークの評価を見ればマニアの評価も高いです。だから私はこのゲームは面白いと思います、ね、私もこのゲームを全く評価に値すると思わないし、うん、ただ世評は高いです。でデザイナーのエリザベス・ハーグレイブさんは女性であり、この女性は BCG のトップ200に8人しかいないらしいです。8人もいるんだ。そうね、そう言われたそうだ、アンドレア・マイヤーぐらい、うん、他にいます女性デザイナーって。確かにあんまり思いつかないですけどね。あのブラント夫妻は夫妻、あの妻の方はまあ、もちろんカウンターできますけど、それくらいじゃないかな、うん、確かにね、そう言われてみればそうだ、ね。で女性やノンバイナリーのゲームデザインに焦点を当てたウェブサイトを継続的に更新しています。でそこから分かるように多様な作品を推進しております。で実際ウィングスパンのクリエイティブグループは女性だけで構成されており、アートも3人の女性が制作しています。第2にこのゲームのテーマは帝国主義や植民主義的なメタバに頼らず自然の安らぎを感じさせる側面を反映しています。まあ、でもテーマ的に見ればこういうゲームたくさんありますので。ありますよ、うん、別にそんなに特殊なテーマじゃないでしょう、うん、むしろあの帝国主義を扱ったユーロゲームというのは歴史を題材にすると相当あるだろうけれども、そうでないのもたくさんあります、うんうん、まあアートは綺麗だ、ね、まあまあ絵はいいですよ、ね、絵はいいです、絵はいいですね、うんうん、いやでも大丈夫だと思う。いやいや、うん、でいや、うん、もう一つの実はスクランブル4アプリが、これは発売されてません、はい、はい、GMT でジョー・チャコンがデザインしたこのゲームは19世紀後半から20世紀初頭にかけてアフリカ大陸の植民地化をプレイヤーに体験してもらうことを目的とするゲームです、うん、この歴史の一部として奴隷制度や拷問など当時の人間の残虐行為を描き、プレイヤーにそれを参加させた、まあそれをやらせた、うんうん、あなたのプレイヤーの入植者が入植者船に到着した後に苦しんで死んだり、はいはい、タイノ族、まあ、ちょっと知りませんけれどもタイノ族という方々が強制労働や病気で絶滅しそうになったりするかどうかプレイヤー切りかけません、はい、あのゲームシステム上、うん、プレイヤーが気にするのはカスタムに十分なポイントを獲得することだけです、うん、で実際に起きたり、そして今も起きている苦しみを無視されるか何の影響も受けませんと、はいはい、でこれがもう発売されたのかな、発売されてから約1ヶ月後このゲームに対する反発が起こり GMT のオーナーのジーン・ビリンクス・ケリーは
ゲームの発売中止した、そう発表かな、もしかして、うん、ちゃんと中止するんですか、うん、だからそう、ね、これ知らなかったんですけど、うん、こういうことがあった、うん、その程度のゲームなんかそれこそ一山いくらぐらいで出てるんですか、ね、うん、多分 GMT くらいになっちゃうとダメなんですかね、もっとちっこいところだったらいけたのかな、 GMT なんか全然ちっこいでしょ、いやちっこいけどあの界隈ではでかいでしょまあもう界隈だってそまあゲーム前にポップを出すぐらいにはでかいでしょ、うん、で、このスクランブルフォーアフリカの政策はインタビューの対象者が指摘した業界における多様性の問題を浮き止めにしています、ヨーロッパ中心のテーマへの依存、暴力的戦争的な戦略への集中、そしてデザイナーとは異なる人々の生活の現実に対する盲目さ、これは決して珍しいことではなくて、ここで、ね、出てくるのはワレス、デザイナーのマーティン・ワレスはインタビューの中で私にこう言いました、1970年代から80年代にかけてアフリカをテーマにしたゲームを作ろうと思えばできました、スクランブルフォーアフリカをテーマにしたゲームはいろいろありましたが誰も気にしなかったでしょう、しかし最近ではあるテーマをどう扱うかとても慎重にならなければなりません、ワレスのくせに、うん、昔にはねそういうことはできませんし、これらのテーマに対する人々の感情を無視することもできません本当にこれワレスですか、なんかワレスって書いてあるワレスでしょこれ確かにワレスの最近のゲームはね、うん、そう言われてみればゾンビとかね、なんかこうブートキャンプとかでなんか強制されたんですよ、でアフリカの植民地化をテーマにしたゲームが存在しないわけではないですし、そのようなゲームが植民主義者の視点から語られてはならないというわけでもありませんが、そのゲームは包括的なものし、人々が趣味の中で歓迎されていない、そのホビーで歓迎されていないと感じないようにするためには、そのゲームは懺悔脅威の重大性を認識し認めなければならず、歴史上の犠牲者がいなかったかのように装うことはできません。ボードゲームは常にデザインした人のイデオロギーを反映するものであり、無意識のバイアスを積極的に解消することが初めてゲームという趣味がより包括的なものになるでしょうという、まあ、確かにあのお母さん言ったように非常になんか典型的というか予想通りなんですけど、まあ、この辺のこの実はちょっと面白かったです、プエルトリコ の、 あの新版って、はい、そうそう、なんかその吸盤の駒の色に対する言及とかそういうのってあるんですか、新版に吸盤への言及はあるのかな、新版見てないか分かんないです、ただ画をあの変えただけで、画を変えただけだったらそれ多分隠蔽じゃん、まあでも駒の色を変えればどうにかなるってことないような気一応あれ内容自体は結構変えてるんでしょ、うん、そうですね、変えてるらしいんですけど、うん、でもそれってその今までのものを蓋してそんなことをそんな側だけ変えたって意味ねえじゃんって、うんうん、そうなんですよね、まあ、隠蔽ではあるんだけど、うん、それ名前だけ変えるみたいな昔からあるじゃないですか、問題になったらね、うん、しない方がいいのかっていうと難しいところはありますね、いじっちゃうってことになっちゃうから、はい、なんかなんかその下上でその前のものにちゃんきちんと言及をしてどんな反省をした上で変えたのかとか記録に残しておくっていうのがベターなのかなって自分は思ったんですけ ど、 なるほど、まあ、それはベターなんですけどそこまでやる企業はないですね、ですよね、はい、だからこう企業の倫理的な基準ガイドラインみたいなものはないから、はいはい、だからそこですよね、はい、やっぱそうなんですね、今おっしゃる通りなんですけど、はいはいはい、できるだけ事なかれ主義になってしまうっていう、ね、うん、エンタメ産業ですから、うん、そうなってしまうっていう側面があって、それをきっかけにこう、まあ、BPO みたいな、ね、放送でいうのがないですから、やらかしてしまった時にそれは倫理的にじゃあ是非でどうしたら改善できるんですか、どういうアナウンスが進んでばいいんですかみたいなものは基本的にないわけですよね、はいはい、だからいや面倒を避けようっていうだけの発想になるっていう話で、うん、日本はもっとひどいわけですから、だから、うん、あの杓子定規な批判が出てくるっていうのはそういう対応しないことへの偽性でもあるわけですよね、うん、だからそういった書かないといけないっていうね、大なた部類で切れちゃうような状況になってるわけですよ、逆に言うとそれぐらい目立ってると、うん、まあ、要はカルチュラースタディーズの素養がある人にとってはそう見えずって話です。ああいうポルノ構えのものに対する批判というのはこれにはないわけですよ、まあ、もう食べることばかり切ってるというのと、まあ、日本特殊の状況という2つの問題があるんでしょうけど、はい、ちょっと分かるの、これファンダムの解析みたいなことをしてるでしょ、うん、それとこの後半のポリティカルコレクション、その最後の8話はまた別です、ね、あ別の話なのね、あれむしろスクリ、まあ、もちろんプレイヤー側もプレイヤー側はいろんな人をちゃんと排除せずに受け入れようって話で、まあ、それは業界側も同じですかね、そういう話なんだと思いますけど、
五章がファンダムの話だった、六章以降がまた別の話だったっていうことですよね。そういうことか。で、その辺がいろんなメディア的な部分をいろいろ見ている。ちなみにカエルの手がこんな形になってるって言って、これは白人至上主義の OK マークだって言って炎上して、そのままプロジェクトと取り下げになったキックスターターのゲームがあります。そんなすごい、ちょっと背景が分かんないけど、何とも言えない、何とも言えない、何しろある程度詳しくないと思うっていうか、そうね、判定できないね、で妙に即断してしまうと全然話が違ってたりする、だから聞いてた話と違うぞみたいな、いっぱいありますからね、それ、だから難しいもんってあれだよな、結局一個一個のケースをちゃんと見ないとよく分からんですよね、これは。やっぱ日本 の, ユーロゲームの文化って、いわゆる音楽とかのオタクカルチャーとちょっと離れたところにあったじゃないですか、そこら辺がまあここまであんま問題にならなかったってことなんですかね。どうなのかな、まあ、単純にでかくなったからかな。だからまあじゃないですか。だってそんな100人ちょっとしかいないような人たちのことをその問題視してもしょうがないでしょ。よっぽどのカルトでもないんで。ゲームマーケットができてから、やっぱりボードゲームコミュニティみたいな、漫画のコミュニティみたいなものと合体したとは言わないですけど、まあ、ある種層が被る側面っていうのはあるんじゃないですか。あ、もちろんそれはそれは大きくなるにつれ、私もすごく感じてる、ね、そういうことは出てくるでしょうね、当然。はい、ただ1時間半ゲームマーケット並んでみたら、オタクっぽい人は全然少ないですね。あ、そうなんですか。規模が広くなってきているわけですから、多様化してるんだけど、単にこう層が広がって薄くなってるだけっても見ることができるわけで、そうですね、そういった意味では周辺のコミュニティを取り込んでできてきたというわけですよね。高橋くんが前クトゥルシア TRPG のこうファン層の女性っていわゆる女性同人の文化だみたいなことを言ったんですけど、それとまあドッキングしたような感じですよね。そうですね、もちろんそういう側面は非常に強いんじゃないですかね。コンバージェンスカルチャーの要はコミュニティとコミュニティのベン図みたいなものに対しての交わる箇所が要は増えていったと、漫画も読むけどこうボードゲームやるみたいな人が増えていったってことなんじゃないですかね。まあ、そこで言うとこのボードゲームって何のことみたいな、まあ、若干ありますけど、確かに、そう、高橋君今召喚したんです。だから我々のユーロではないですよね。ユーロではないですよね。少なくともオークションゲームではないですよ。まあ、多分なんかまあ日本もこれから炎上することはもうどんどんたくさん起こるでしょうね、間違いなく。